100年間、東光電気工事は誰かに光を灯し続けてきた。その光は誰かの希望となり、社会を発展させ、人々の暮らしを守ってきた。先人たちが灯してきたその光は、今、私たちの中に受け継がれている。今から100年前、関東大震災が日本を襲った。あらゆるライフラインは途絶し、暗闇の中、人々は途方に暮れていた。だから私たちは、そこに光を灯すべく立ち上がった。良心的な電気工事を通じて社会の発展に尽くすことをモットーに、さまざまな内線工事、送電線工事を行い、私たちは事業規模を拡大していく。不況や戦争といった激動の時代の中でも、私たちは電気工事を通じ人々に光を灯してきた。高度成長期には各事業分野で数々の大型工事を実現する。東海道新幹線開業の一翼を担った電車線架線工事、日本初の50万ボルトの送電線となった房総線の竣工、内線工事では日本初の超高層ビル霞が関ビルディングの竣工をはじめ、時代を象徴する数々の建物の竣工に携わり、日本の経済発展に大きく寄与してきた。90年代にはより磨きのかかった技術力を駆使し、日本初の100万ボルトの送電線工事となる西群馬幹線、当時日本最大の高さを誇った横浜ランドマークタワーの竣工を実現。各領域でさらなる竣工実績を積み上げるだけでなく、当社が新築工事として携わった数々の建物も時代とともに建て替え工事を継続していく。私たちは受け継いだ光とともに挑戦の領域を広げる。東日本大震災の復興を支援した石巻泊浜太陽光発電所、国内初となる太陽光と風力を効率よく組み合わせる再エネクロス発電を可能にした飯舘マデイナ再エネ発電所、さらに電気工事の枠を超え、空調、農業、介護領域にも参入。東南アジアを中心に海外でも活動領域を拡大してきた。そして私たち東光電気工事は2023年100周年を迎える。社会と生活、誰かの当たり前を支えるという使命、使命を全うするために培った技術、知見、そして誠実さを忘れない心、それは100年の時をかけて今の私たちに受け継がれてきた光。この光は次の100年に向かう挑戦の道を照らしていく。受け継いだ光、次の100年へ。まあ、昔から技術の東光と言われてきてまして、そこをお客さんが見てくださいまして、社会情勢がいろいろと変わってきても離れずに応援してくださっているというところが当社の強みなんだろうというふうに思っています。やはり100年続いているっていうのは、我々の先輩方が作ってきた信頼があったからこそここまで来れてると思うので、おそらくその100年の中にもいろんな問題があって、みんなで乗り越えてきてると思うので、我々もこれから力を合わせて、やはりこの次の100年目指して頑張っていきたいなと思ってます。信頼っていうのは、お客様のニーズをどれだけ理解して、それに合った、まあ、品質とか、まあ、そのサービスを提供すること。我々がこの信頼をもっと大きくして次の100年につなげていく、これが、今の我々の使命だと思っています。
デジタル社会の中でも建設業って結構アナログなところがたくさんあって、いろいろな人が関わらないと物が出来上がらないんですけれども、出来上がった時これはもうやめられないなっていうような達成感を結構感じますね。建物を建てた後にお客さんからやっぱ喜ばれて感謝されて、で次もお願いしますねと言われるのがやっぱり一番の喜びであったりやりがいになります。直接お客様の方からですね、ありがとう、いいものを作れたねって言ってもらえる、そういうのがやっぱり私の仕事としての励みにもなってますね。出来上がったものを子どもたちに見せて、これママが作ったんだよとか言ってもらえると嬉しいですね。積み上げられた信頼を継続しながら、次の100年にいろいろなことをチャレンジできるような、そんな会社を目指したい。今社員からいろいろな意見が、あるいはアイデアが出てきてまして、その辺が以前に比べると企業風土が随分変わってきてるんだろうというふうに考えています。言いたいことを言えるような関係じゃないと、やっぱり信頼関係も築きにくいと思いますし、やはり新しい工夫だとか、この時代にあった新しいことの提案っていうのは、みんながこう各々が声を出し合ってやっていくべきだと。みんなで喋りやすい雰囲気を作るためには、心理的安全性を高めて、みんなが好きなことを言えるような環境を作っていくというのが大事なんじゃないかなと思ってます。男女問わずいろいろな方が積極的にコミュニケーションを取れるような、そういう組織にしていきたいなと思います。社会貢献が高い会社っていうのはやっぱり魅力ある会社、ただそれだけじゃ今後の100年はやっぱり生き続けてはいけないと。社員がですね、幸せだ、仕事して幸せだなって思えるやっぱり会社が本来の魅力ある会社だと。いい会社って何かって言われた時に、いや自分の家族だとか身内だとか友達とかを、うちの会社いい会社だからおいでよと紹介できるような会社がいい会社なんだろうなって単純にちょっと思っているところがあるので、やっぱそういう意味でも心理的安全性を高めて会話ができるような雰囲気を作っておけば、もっともっといい会社になっていくんだろうなと思ってます。せっかく企業風土も変わりつつあるんで、やはり社員さんが生き生きと働ける、そんな環境を作っていきたいというふうに思ってます。やっぱりうちの人間は一緒に顔を合わせて働きたいなと、そんなふうに思えるような会社にでありたいというふうに思います。あの時から100年、それは過去と未来をつなぐ通過点に過ぎない。この光は変化をチャンスに導いてくれる。この光は未来を照らしてくれる。だから私たちは進み続ける。また100年後も未来を明るく照らせるように。